はい、8月22日ですね、僕の夏休みスタートします。そろそろ桃の川に桜マスが上がってきたみたいだね。川の中が全部桜の花びらの色になるんだわ。桃の川なのに桜？文句ある？ありません。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあのどかだ。はい、じゃあやっていきましょうね。8月21日、まあのみちちゃんとですね、まあ面白い隠れ家に連れてってもらったりっていうのが前回まででしたけど、でもうあのみどりちゃんとかね、他のお友達はみんなも学校が始まってですね、午前中はもうほとんどいないっていう、そんな感じです。よしよしよし、こっちか。じいちゃんが畑仕事をしてます。おっとっとっと、よし、話しかけてみよう。お、腰が痛いらしい。じいちゃんの畑物全部誰かに取ってかれちまった。僕くんが全部食い尽くしたんだけどな。じいちゃんにかかるのお構いなしだもんな。よし、はいはい、行きましょう。さて、まあもうほとんどそのやり尽くしてるんですけどね、遊ぶことはもう、まあ、実際他にもいろいろあるんでしょうけど、今のところ目につく範囲ではだいたい目ぼしい遊びはもうしたかなというところで、何かまだあるのかな、やり遂げてないこと。ここに座って仕事するのかな。ねえ、あのリスの名前はなんでチャチャっていうの？え？チャチャってのはアイヌの言葉でお年寄りって意味なんだ。ほう、じゃあもうチャチャはお年寄りってことか。じゃあもうお年寄りなの？いや、まだ3歳くらい。なんだそれ。そうなんだ。なんだ、よしよしよし、チャチャに会い行きましょうか。じゃあチャチャ遊びに来たよ。どんぐり持ってたっけ。来た来た。ごめんね、今日はどんぐり持ってないんだ。どんぐり仕入れないといけないですね。チャチャにあげないとな。よし、さあさあ、クワガタがいますね。取りましょう。何もいないや。里見ぞ。ぺぴょ。よし、サクラマスとやらを釣りに行きましょうか。そしたらね、よし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 、さあここのおじいちゃんに話をまた俳句でもして、さて俳句教えてほしいな。どうしましょうか。おいしそう、キツネの子、死んだセミ、なるほどね。どれがいいかな。これやったかな。麦畑、はぐれた牛がジンギスカン。麦畑、はぐれた牛が
ジンギスカン。ダメだった。くそー。チキショー。あ、トラックに乗せて川の方まで連れてってもらうか。ん？また何か用かい？トラックに乗せてよ。小学校の前にしましょうか。よっしゃ。ありがとう。いつもトラックに乗せてってもらって。はい、ありがとう。ここまで来ました。よし。さあ。お、あれ？今日は？日曜日か、今日。俺たちが学校行ってるとき、お前みちと二人きりだろう。そうだけど。ま、どうせみちは俺以外の男子とはあんまり話さねえけどな。そうなのか。ねえ、内地の方の話聞かせてよ。なんで？僕、お母さんがあっちにいるんだ。ほう。そうなんだ。へえ、そうなんだ。何か聞きたいこと。なまら。なまらはすっごくっていう意味さ。最近何でもなまらをつけるのが流行ってんだわ。これはうちのお父さんくらいの年になるとあんまし使わない言葉さ。なまらよくわかったよ。よし。とっとっと。なあ、ボクちゃん。何か。ないね。よし。さ、これ、なんかいるかな？何か。やった。コクワガタかな？手に入れました。ノコギリか。ノコギリはいいかな。もうたくさん取りましたもんね。何もいないや。砂糖塗って。なんか効果あるんすかね。あるんだろうな。いるってことは。ねえ。よし。ねえ、みちちゃんはこっちとあっちどっちがいいの？こっちもあっちも好きだよ。でもあっちとこっちは違うんだ。会話にならねえな。あれ？なんか練習してんのかな？いませんでしたね。桜マス釣れるっつってたから釣りましょうか。あ！飛び込んでしまった。畜生。あ、いるいる。あ、これか、桜マス。よし、釣り上げよう。釣り上げましょう。上がれるかな？ここ上がれないのかな？うわ、上がれないっぽいな。ここまで行かないといけないのか。チェー。よいしょよいしょ。これ、チロチロこの辺にいるのはサクラマスですかね。よし。あ！あ、びっくりした。仕掛け。脈でいきますか。よし。キャスティング。ミミズ。釣れるかな？お、こっち来たぞ。手前にいますね、魚がだいぶ。
僕くん側の方に寄ってきてる気がする。クイクイ、なんだダメじゃんここ、やっぱ向こう側だな。とっとっとっと、よし、ここですね。こっち側がいいかな、こっち側でいっか。キャスティング、食パンの方がいいかな。さっきいましたよね、サクラマス。なんかでもあんまり見かけ的にはいないような気がするんだけどな。あれ、けばり、が釣れろ。あ、来た来た、サクラマス来ましたよ。釣れたんじゃないですか。イエーイ、サクラマスゲット。よっしゃ、あと1匹ぐらい釣っときますか。ピュッ、これはおしょろこま。毛張りいいな。もういないな。でも肝心の魚が、なんかあそこに違う魚がいますね。あそこなんか、と、なんかあのでっかいのがいません？そこに。わあ、あれどっち側から釣るんだろう。ちょっと待って、こっちかな、こっち側で投げた方がいいかな。あー全然違う。この辺から投げれないかな。あー投げれない、ここからは残念。ここか、お、いいんじゃないですか。ここだいぶ寄ってきてますね。なんかあのちょっとでっかめの、わあ、おしょろこまが釣れた。あ、いなくなった。あ、いるいる、あいつですよ、あいつ。なんか一つだけ種類が違いますよね。さあこっち来い、ターンして来い、ターンして、来い来い来い。わあ、どんどん向こうに行ってる。あ、こっち来ないかな。だいぶ奥の方に行っちゃいましたね。ほら、なんか黒いのがいるでしょう。ナマズみたいな。なんだろうあれ。ほい。ほい。来てくれ、こっちに。あー、全然ダメだ。日が暮れちまうよ。よし。さ、そういえばロープ手に入れたんだったよな。ここで。なんかに使うのかな、あのロープ。これ川から上に上がるとき不便な場所にこれを縛っておこうかな。川から上に上がるとき、その川はどこだろう。要は
ここに縛、ここか、この先かな、もしかして。なんか縛れるとこ、あ。待てよ。あ、また釣り竿出してきたよ。どっかにロープを巻きつけられるとこがあるんですかね。あれ？何？わあ、こんなところに王冠があった。こんな何もないところにあるのか。これはわからんぞ。まあ、蜂もなんかあるんすかね。気になるな。しかし今日何のイベントもないし、日記つけるネタがないな。今日もあんたと話して息子のところ行かないって決めたら、なんか気持ちが楽になったさ。マジで？そりゃよかったね。よかったよかった。あんた本当に面濃くていい子だね。そう？でもやっぱしどっかに行くたらしいね。このばあちゃんいい人だな。あんた、よし。さて、もう日が暮れちったな。ロープ、なんかロープかけれるのかな。でもどっかに使うとこがあるんですよね。こういうアイテムを使うとかっていうコマンドないもんな。よし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 。これ何？熊よけの笛使えるんだ。使えた。アイテムとかそういえば何もあんまり考えてませんでしたね。見てください。結構でも参加してるな、思ったよりは。これだけ参加してれば俺の中では上等だなって感じですけどね。これなんか効果あるんですかね。食べたけど幸せな味が広がった。ライオネスコーヒー、これなんか見たことある。こんなのコーヒーの味のキャンディ。あ、これは知ってるな。これは知ってるよ。マルカワオレンジ風船ガム。これは知らないけど、こういう形のラムネがあるのは知ってますね。ムーンチョコレート。へー、なんかアポロに似てますね。これは有名ですよね。ペロリンキャンディ、へー、なるほど。ザリガニ、食パン、あ、減ってる減ってる。餌に使ってるから減ってるな。ぐるぐる、あー、なるほど、こういうわけですね。はい、困ったね。ほんとすることないな。あとはなんか王冠集めたりとかってことですかね。でも何もないようなところに王冠出されたらもうちょっと、あ、なんかいっぱい魚がいる。なんかいっぱいいますね。あ、編めますか。前はなんか以前はアメマスで相当喜んでましたけどね。この動画の最初の方かな、中盤の方かな、すっごいアメマスつって喜んでましたけどね。やったーつっていっぱい釣れる。アメマスばっかだな。でもサクラマスもなんか混じってそうですけどね。おおお、こりゃ、よし、釣り尽くすぞ。今日の晩ご飯だ。
来い。はい。はい。よし。と。あれ、ちょっと失敗したかな。魚がいる方に投げないとダメだな。よし。はい、釣れた。ヤマメ。ヤマメ、ヤマメ。と。来い。よっしゃ、来た。えい。食べますか。サクラマスまだ1匹しか釣ってないですね。食べます。よっしゃ、来た。と、食べます。と、入れ食いじゃあ、もう釣れてた。全然当たりも何もなかったけど。はい、ゲット。めっちゃ釣れる。あ、サクラマスいるよね。絶対あの手前のやつサクラマスだもんな。あ、いたいた。おー、釣れた。イエーイ。はい、またもう一匹じゃない？これは。あ、編めますか。ほら。行動範囲が広いですね、サクラマス。なんかだいぶ遠いとこまで行ってる。おっしゃ、来た来た来た。どん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 釣ってますよ。ちっちゃい、ヤマメ。よし、この辺の魚は駆逐したな。だいぶ釣りましたね。空になってるけど。よし、もういいか。十分だな。さあ、泳いで帰るか。泳いで帰れるっていうね。あれ、また魚がいっぱい増えてる。これで水から上がれるようになった。あ、ここにロープ出す。ここにつけるのか。その発想は全然なかったんですけど。ああ、つけましたね。よし、上がれるようになりました。なんか水中の中に見えない王冠がありそうですけどね。どうもそんな気がしてしょうがない。よし、じゃあ帰りますか。こっちからかな。お、なんだこれ。こんな木気づかなかったな。あ、ここか。あ、なんだ。さあ、みどりちゃん歌ってんのかな、お家の方で。もう、お昼ご飯前ですね。さあ、牧場の方に帰りましょうか。よっせ、わっせ。あ、歌ってた、やっぱり。これ、いつもどっちから行くんだったかなって。あ、そっか、1個下か。あ、そうだ、そうだ。あー、そうだ。こうして、こうして、こっちだ。もう、かなりうまいね。あんたに褒められたって、嬉しくないよ。なんで？いいじゃや、八つ当たりしたって。そんな。なんでこんな機嫌悪いんだ。なんでだろうか。最近当たりがきつくなりましたね。どっか行くとこ増えたんだったっけな。ウーテーザーの方ってまだ行けないんですよね。よし、もうご飯ですね。うわー、今日何もなかったな、ほんと。
やべえ、煮詰まってる完全に。あーこっちちょっと遠いもんな。煮詰まったなー。あー向かい来た、向かい来た、向かい来た。まいった、夜になんかないかな。じゃあいただきます。いただきます。今日はカレーか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。昨日久しぶりに唐揚げを作りましてね、なかなか自分でもうまくできたんですけど、唐揚げと竜田揚げを作ったんですけど、なかなかうまくできましたね。まあ料理そんなにしないわけじゃないんですけどね。で久しぶりに肉を食べたっていう、あんまり肉も食べないんで。ねえ、お魚さんはなんで川に登ってくるの？ああ、あれはね、もともとこの川で生まれた魚たちなんだよ。同じ魚でも海へ下って大きく育ったのが戻ってきたのはサクラマスっていうのさ。ずっと川に住んでて海に下らなかったやつは山目と呼ぶのさ。へえ、全然知らなかったな。マジか、そうだったのか。ほんと初めて知ったぞそれ。おばちゃんは算数が得意なの？そうだよ、みどりも算数が得意なんだ。へえ、マティな性格なんだわ。待て、そうよ、几帳面なの。じゃあおじちゃんは待たないの？あれ、待てってわかんない？方言なのかな。明らかに方言だろ。赤ちゃん、赤ちゃんがふがふが言ってる、かわいいな。よし、ちょっと外に出ましょうか。もうだいぶ寒くなってきたでしょうけどね、8月も終わりぐらいになって。このピロシキは私が名前をつけた最初の牛なんだ。なんでピロシキなの？ピロシキ食べてたんだ、この子が生まれる前に。面白いなあ。あ、そうか、ちょっと夜だからあそこ行ってみるか、姉ちゃんの。よしよし、とっとっとっと、えいえいえい、よしよし、眠くなる前にね。せせせせ、ポテトチップを今日も食べてますな。そうそう、ツバメのヒナを全部育てたんだって？うん、そうだよ。じゃあ私がこの星の渡り鳥を代表してご褒美にこれをあげるね。おお、かわいい、これガラスのオブジェ。お姉ちゃんありがとう。なんもさ。この家ってすっごく古いよね。うん、だからもう50年は経ってるって。なんで知ってんの？喧嘩売ってんの？あ、何かを成し遂げて、そっか、なんか成し遂げたかな、他に。強いて言えば、なんだっけ、スペシャル修士号を育てましたけどね。また夜に来るか。うん、お化けの形の毛布でも一体どこで見たのかな。こいつがやってたのか、あのお化け。絶対いるんすよねお化け。もう先回りするんでしょうね彼女が。お風呂場かな、どうやら工房からお湯を引いてるらしい。あー、なるほど、一石二鳥ですな。
い感じの洗面所。丘はなかったか。扉が閉まってる。あー眠くなっちゃった。もうラジオ体操はこれでなくなりましたね。はい、今日はサクラマスを釣ったのとツバメをもらったけど、なんかそれぐらいしかなかったっすね。ガラス細工のツバメをもらったよ。これって紙飛行機みたいに飛ぶのかな、大きな空を飛ぶのかな。およかったよかった、ネタがなかったから。はい、というわけで8月22でしたっけね、実況終了したいと思います。おや、なんだ、した終わって実況終わったかと思ったら、すごいムービーが流れましたね。これは今日疲れたな。